新世紀となった2001年、若き球界のエースと呼ばれ最も注目されていた先発投手は紛れもなくこの男でした。西武ライオンズ松坂大輔。最速156キロの力のあるストレートと鋭角に曲がる高速スライダーを武器にパ・リーグの大打者たちを投げ倒し、平成の怪物と呼ばれていました。松坂がプロ入りする前の90年代では野茂英雄や斎藤正樹らが圧巻の成績を残しセパのエースとして君臨していましたが、21世紀以降では松坂のほかどのような選手がエースと呼ばれてきたのでしょうか。その大投手たちの実績と栄光を振り返ります。たとえ相手が総力を挙げて対策してきても、たとえ打線の援護がなかったとしても、たとえコンディションが万全ではなかったとしても、エースとは圧倒的なピッチングで敵をねじ伏せチームに勝利をもたらすような投手にのみ与えられる称号です。新世紀となる2001年に年間最高の先発投手に贈られる沢村賞を受賞したのが西武ライオンズ松坂大輔でした。松坂は高校時代から異次元の存在であり、特に3年夏の甲子園大会では伝説として語り継がれるような活躍を見せます。準々決勝で延長17回250球を投げ完投勝利すると、2日後の決勝戦ではノーヒットノーランで優勝という衝撃的な展開で、大会の主人公、甲子園のアイドルとして超人気選手となっていました。99年に西武に入団すると、高卒1年目ながらローテーション入りし、初登板となった日本ハム戦では片岡敦のインハイに155キロを投げ込み空振り三振を奪います。このシーンは片岡の豪快なスイングも誤り、松坂の球威を象徴する一球として多方面で語り継がれており、当時の西武監督東尾治は後に、この一球は松坂のキャリアの中でも最高の球だったと振り返っています。また空振りをした片岡敦は引退後、打撃コーチとなった際に、あの映像のせいでインハイ振るなって言われへんと指導にも影響を及ぼすほどでした。衝撃的な初登板から1ヶ月後、今度はパ・リーグ最高の打者であるイチローと対戦すると、空振りの少ないイチローから3打席連続三振を奪うなど松坂の圧勝。イチローはこの初対戦の印象について引退後に、あのスライダーは衝撃的だった、早い段階で捉えないと永遠にやられるという恐怖すら覚えた、このスライダーのせいでまっすぐもより速く見えたと語り、高卒1年目の松坂を手放しに絶賛。松坂はこの試合のヒーローインタビューで、プロではいまいち自信を持てていませんでしたが、今日で自信から確信に変わりましたという名言を残しています。このように松坂は1年目からパ・リーグを代表する打者たちを投げ倒し、16勝5敗、防御率 2.60 と素晴らしい成績を収め、最多勝のタイトルとともに文句なしの新人王にも輝きました。一方でこの怪物ルーキーと同期入団で松坂以上の成績を残した新人投手がセ・リーグにいました。読売ジャイアンツ上原浩治。伸びのあるストレート、針の穴を通す抜群のコントロールを武器に、長らく巨人のエースに君臨した投手です。松坂とは対照的に高校時代では控えの外野手で、プロとは全く無縁だった上原は体育の教員になる道を選び、大阪体育大学を受験。しかしこれが不合格となり、バイトをしながら予備校に通う浪人生活を送った後の1年後入学を果たします。大学では無事に教員免許を取得し、体育の上原先生としての道が開ける中、所属した野球部で投手を務めた上原はバッターを抑えるごとに野球が楽しくてたまらなかったそうで、もっと上手くなりたいという探求心が溢れ出します。決して強豪ではない大学だったため、専用グラウンドも専任コーチもいない野球部でしたが、同僚とともに独学でトレーニングメニューを構築。野球が上手くなりたいというその一心で急成長すると、大学3年の時点ではアメリカやキューバの大学代表チームを相手に勝利投手となるなど無双状態に入り、4年時にはドラ1強豪レベルの投手にまで成長しました。上原は巨人に入団するとアマチュア時代の無双ぶりをプロでも遺憾なく発揮。松坂のようなパワーピッチャーではありませんでしたが、代名詞である抜群のコントロール、そして速い投球テンポを武器にし、短い間合いでストライクゾーンにどんどん投げ込み、気づけばアウトを積み重ねており、上原が先発の試合は8時台に試合が終わるのがほとんどという一人ピッチクロック投球を続けており、かなり時代を先駆けた投球スタイルでした。
そんな上原は15連勝という新人としての歴代最長連勝記録を樹立すると、最終成績は20勝4敗、防御率 2.09 と完全にセリーグを圧倒。投手4冠で新人ながら沢村賞に輝き、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、当然新人王も受賞という1年目から球界最高投手にまで駆け上がりました。上原は控えだった高校時代、そして浪人生活など注目されない人生だった自分を雑草と例え、目立たない場所でもめげずに努力することが大切という意味で雑草魂という言葉を座右の銘にしており、大活躍をした99年に流行語大賞も受賞しています。上原は3年後に2度目の沢村賞に輝くなど、タイトル争いの常連となり、セリーグの上原、パリーグの松坂として、この同期入団の2人は圧倒的な活躍を続けます。松坂はルーキーイヤーから3年連続で最多勝、2001年に沢村賞に輝くなど、長らく球界最強投手として位置づけられ、最優秀防御率2回、最多奪三振は4回受賞しています。そんな松坂ですが、サボり魔としても有名であり、本人曰く中学の頃から常にサボる隙を見つけながら練習に励んでいたらしく、特に苦手な走り込みの時間を短くするために高校時代は真面目な顔をして打撃練習を延々やり続けたり、プロより後もマスコミやファンから逃げる際に走り込みも兼ねているという謎の口実で練習時間を短くできないか考えていたそうです。しかし後に WBC でイチローと全体練習をした際に、この姿勢を一発で見抜かれており、野球ファンの間では語り草となるイチローと松坂の会話が撮影されています。疲れても舐めてる、深いところで舐めてる、舐めてる。ちなみに WBC 関連で言うと、上原に関してはこのようにイチローの顔面にシャンパンを吹きかけるという強心臓ぶりを発揮、アマチュア時代に上下関係の厳しさを経験してこなかったことが良くも悪くもプロ生活であらわになっているようです。それでもこの2人は試合となると日本のダブルエースとしてジャパンを牽引、 WBC の通算成績はこのように圧倒的な内容で、後にメジャーリーガーとなる布石を打っていました。そんな松坂上原が活躍した同時期、他球団に目を向けると90年代のエースから21世紀の次世代エースへ世代交代が進んでいました。まず阪神タイガースでは、90年代はチーム低迷期真っ只中で、暗黒エースと呼ばれた矢部圭一が6年連続2桁敗戦と苦しいチーム事情の中でローテーションを守り続けていました。そんな中で松坂の1歳年上の大型左腕井川圭がポテンシャルを見出され、当時の野村監督は実績のない井川を2001年に開幕から先発ローテーションに固定、さらに翌年以降に監督を務めた星野仙一も開幕投手に指名するなど、首脳陣の評価は高く、この2002年には14勝を挙げ、最多奪三振のタイトルも獲得と急成長。翌2003年にはさらに打者を圧倒し続け、6月には4連続完投勝利を達成。すると井川はちょうどこの連勝中に髪を切っていなかったことに気づき、験担ぎということで散髪を封印。そこから自身12連勝まで記録が伸び、謎の散髪縛りが夏場に3ヶ月以上も続くことになってしまい、井川の毛量は限界突破しました。このシーズンは最終成績も限界突破し、上原以来となる20勝をマークするなど、チームを18年ぶりの優勝に導くと、沢村賞に MVP も獲得と、球界を代表する先発投手となりました。その後も阪神不動のエースとして5年連続で2桁勝利を記録した井川でしたが、2005年頃から決め球であるサークルチェンジのキレが悪くなっており、数字はやや悪化。その懸念を抱えたまま2007年に総額50億円という破格の契約でニューヨークヤンキースに移籍しましたが、果たしてこの後メジャーで井川投手はどうなるのでしょうか。ニューヨークナイトメアという異名がついたこの投手のメジャーでの結果は、こちらの動画で詳しく解説しています。そんな井川擁する阪神と2000年代中盤に熾烈な優勝争いを繰り広げていたチームが中日ドラゴンズ。上原と同い年である川上憲伸が大エースに成長します。ルーキーイヤーに14勝を挙げ新人王を獲得していましたが、その後数年間は故障もあり不本意なシーズンが続いていた中で、2002年に名捕手谷繁元信が横浜から移籍。これが川上にとって大きな転機となり、投球の引き出しが大幅に増えます。得意玉であるカットボールを左打者の外角から入れるという当時は定石に逆らう投球術で、右バッター左バッターともに被打率が下がり、2004年には沢村賞を受賞。そこから4年連続2桁勝利、最多勝も2度獲得と、落合中日黄金期のエースとして確固たる地位を築きました。
セリーグでは上原、井川、川上と3人のエースが沢村賞を受賞する活躍を見せていましたが、横浜ベイスターズでは浜の番長こと三浦大輔が毎年開幕投手を務めるような先発の柱に。2000年代のベイスターズはご存知暗黒期真っ只中で、特に投手陣においては壊滅的でしたが、2005年には最優秀防御率に輝くようにエースとして孤軍奮闘していました。そして当時は広島カープも低迷期であり、ベイスターズとはずっともれん名と呼ばれ、5位と6位でお手手をつないで歩いていましたが、その中でもエース黒田博樹は安定感のあるピッチングで6度の2桁勝利を達成。2005年にはチームが最下位に沈む中で15勝を挙げ最多勝、またその翌年には防御率 1.85 で最優秀防御率も獲得。当時はまだマツダスタジアム移転前であり、12球団で最も狭いとされた広島市民球場を本拠地にしながら、この防御率はいかに黒田が傑出した先発投手だったかを示しています。その後も全盛期が非常に長かった印象で、メジャー移籍後も含めると2001年以降の16年間で13度の2桁勝利と、故障もせず機械のようにまとまった成績を16年間も続けるという安定感抜群の投手で、投球イニング数も平成以降にプロ入りした投手としては最多となっており、歴代で見ても16位と昭和に投げまくっていたレジェンドたちと比肩するレベルに、長い期間にわたり長いイニングを投げ続けました。そして同時期のヤクルトでは絶対的エース石井和久がメジャー移籍したため、ややエース不在期が続いていたものの、藤井秀悟や石川雅則が開幕投手を務めるなど、ローテーションの中心投手として活躍をしました。このように2000年代中盤のセリーグでは、各球団にチームの顔となるような華やかなエースピッチャーが存在し、ファンからも絶大な人気と信頼を誇りました。これらの選手は後に監督として指揮を取ったり、球団アドバイザーを務めたり、未だに現役だったり、YouTuber としてはしゃいだりと、三者三様の充実した野球人生を歩んでいます。そしてここまで延々セリーグの紹介となり、パリーグファンの方々のフラストレーションはピークに達する中、2000年代パリーグを見てみると、松坂大輔以外にも強烈なインパクトを残すエースが次々に登場、セリーグの名投手たちを置き去りにするような超ハイレベルな沢村賞の争奪戦が開演するのでした。2000年代パリーグの先発陣を語る上で、福岡ダイエーホークスは避けて通れません。今やファンの間で伝説のように語り継がれている屈指の先発ローテーションを築いており、その中心的な存在だった選手が斉藤和巳。力のあるストレート、キレのあるスプリット、長身で筋肉質な体格、そして闘志を前面に向き出したピッチングスタイルでホークス黄金期のエースとして活躍。俳優のような顔立ちもあり、ファンからも絶大な人気を誇りました。もともと右肩を痛めやすいルーズショルダーだった斉藤は、プロ入り後6年間は思うような成績が残せず、右肩の手術もありましたが、一気に飛躍を遂げたのが2003年。それまで先発の柱だった若田部健一の移籍に伴い、開幕投手に抜擢されると、高いポテンシャルが一気に開花し、先発した15試合連続で勝利投手となる日本記録を樹立するなど、破竹の勢いで勝ち続け、パリーグでは18年ぶりとなる20勝を記録。最多勝、最優秀防御率、最高勝率、ベストナインなどタイトルを総なめにし、チームのリーグ優勝、日本一に貢献。阪神の井川慶とともに沢村賞を同時獲得しました。その後も右肩痛との戦いがありながらも、エースとして風格のある投球を続け、4年連続2桁勝利、2006年には2度目の沢村賞も受賞。負けないエースと呼ばれるほど高い勝率を誇った先発投手で、ブレイクした2003年以降4年間で64勝16敗、勝率は驚異の8割でした。ホークスは先発2番手以降もヤバい面々が揃っており、杉内俊也、和田剛、荒垣渚も同時にローテーション入り。杉内は力感のないゆったりとしたフォームから伸びのあるストレートをコースに投げ分け、大きく変化するスライダーや同じ腕の振りから放たれる120キロのチェンジアップと、どれもがウィーニングショットになるような技巧派投手でした。特にチェンジアップは杉内の代名詞とされ、後に対戦した巨人の長野久義からは、1球で2回空振りできると、その魔球ぶりを表現していました。そのしなやかなピッチングスタイルとは裏腹に、熱い闘志を燃やす投手でもあり、2004年6月のロッテ戦で7失点と炎上すると、怒りを抑えきれず、降板後にベンチを破壊しようと渾身の力で殴りつけます。しかしこれがまさかの返り討ちになり、杉内は両手指を骨折という大怪我を負い、残りシーズンは絶望となってしまい、当時の王監督は、
悔しさは誰にでもある、これは絶対にやってはいけないことと珍しく苦言を呈し、チームは深刻な事態に。さらにカオスだったのがこの試合を報じた記事。城島健二捕手が聞き手をやめろ、ブルガリアブルガリアと叫んだという記載があり、おそらくこのメディアの誤植だったのですが、あまりにも唐突なブルガリアというワードにネットは様々な憶測が飛び交います。杉内のミドルネーム説、城島の語尾がブルガリア説、そして明治乳業のステマ説など完全に大喜利状態でした。結局この年は2勝3敗、対ベンチも含めると2勝4敗に終わり、首脳陣を裏切る格好となりました。この骨折から復帰した杉内は翌2005年数段レベルアップして戻ってきており、18勝4敗、防御率 2.11 と素晴らしい成績を残し、斉藤和美や松坂大輔などハイレベルなパリーグのタイトル争いにおいて投手2冠に輝き、沢村賞 MVP も受賞しました。そんな杉内と同い年である和田剛は1年目の2003年から長きにわたりホークス投手陣を支えます。1年目にいきなり14勝を挙げ、新人王を獲得するなど、ルーキーイヤーから5年連続2桁勝利という球団としては半世紀ぶりの記録を樹立。右肩に爆弾を抱える斉藤和美やブルガリア事件で長期離脱した杉内とは異なり、大きな怪我もなくメジャー挑戦するまでの9年間で8度の規定投球回到達、7度の2桁勝利と首脳陣からも計算しやすいエース格の投手として重宝されました。そしてこちらも同い年、荒垣渚は身長190センチから投げ下ろされる155キロのストレートを武器にした大型の本格派投手でしたが、良くも悪くも制球が定まらない、いわゆる荒れ球が特徴で、2004年には奪三振王でありながら最多暴投も記録、2007年には NPB 歴代ダントツとなる25回の暴投を記録しつつ、防御率は 3.60 とまずまずの成績を残すなど、荒れながらも打者を制圧する投球スタイルで暴れ馬という異名を持っていました。この4本柱を擁するホークスは2003年から2005年まで3年連続でリーグ1位となっており、特に2005年にはこのように4人全員が大きな離脱もなく揃い踏み、打撃陣もタレント揃いだったためチームは89勝を挙げました。しかし当時実施されていたプレーオフ、今でいうクライマックスシリーズにめっぽう弱かったホークスは2004年から長らく日本シリーズ進出を逃しており、レギュラーシーズンでは高い勝率を誇った斉藤和美はポストシーズンで0勝6敗と呪われたかのように勝てませんでした。特に印象的だったのが2006年のプレーオフ第2ステージ、斉藤は負けたら終わりという試合で8回無失点と魂の投球を見せましたが、9回裏にタイムリー内野安打を打たれ敗戦。その瞬間斉藤はマウンドに崩れ落ち、目元を隠したまま動けなくなり、ナインに抱きかかえられグラウンドを後にしました。後に斉藤はこのシーンを回想するも、負けたと分かった瞬間頭が真っ白になり記憶が飛んでいると語ります。チームを背負い命がけでその一戦に臨む姿はまさにエースと呼ばれるにふさわしく、この試合は伝説的な一戦と語り継がれ、数年後に実施された現役選手が選ぶ最高の試合ランキングで3位に選出されています。斉藤和美は2007年には爆弾を抱えていた右肩が限界を迎え、翌年以降はリハビリ生活に。なんとか復帰を目指していましたが、結局その後は一度も一軍登板することなく現役を引退しました。この強力なホークス先発陣の裏では近鉄バファローズの岩隈久志も球界で名を挙げていました。右腕をだらりと下ろしてから投げる特徴的なフォームから、キレのある直球と多彩な変化球を美しいほどにコントロールしていく総合力の高いピッチャーでした。23歳となる2004年、岩隈はシーズン中に所属球団が消滅するかもしれないという球団再編問題の渦中で投げ続け、最多勝最高勝率に輝くエース級の活躍を見せます。この年が近鉄バファローズ最終年となりましたが、このオフでの分配ドラフトでは岩隈はオリックス入団か、新設された楽天イーグルス入りか、そしてどさくさに紛れて獲得に乗り出した巨人や中日も含め争奪戦となります。最終的には球団再編問題の最中で投げ続けた辛さを忘れるためにも、全く新しいチームで野球をやりたいという理由で楽天入りを決断。楽天には義理の父親でもある広橋コーチが在籍したことも大きかったそうです。楽天イーグルスの歴史的な初戦となった2005年の開幕戦、岩隈は絶対的エースとして登板すると9回1失点で完投勝利し、球団初勝利に貢献します。しかし怪我や手術の影響に加え、2006年には2段モーションが禁止となる新規定が導入されたことも向かい風となり、思うような成績が残せませんでした。それでも故障が癒え、新フォームが馴染んだ2008年に完全復活、新興球団の楽天が5位に低迷する中勝ち星を積み重ね、2003年の斉藤和美と井川慶以来となる20勝に到達、
それどころか自身の背番号と同じ21勝も挙げ、投手三冠に輝き沢村賞を獲得と、楽天ファンの希望ともいえる存在となっていました。ここまでのパリーグを振り返ると、松坂大輔が中心的存在ではあったものの、2000年代中盤にはホークスの好投手たちが牙城を崩し、さらに岩隈もこのハイレベルな争いに参入してくる中、後に世界最高の先発投手とまで評価されるあの化け物が北海道で爆誕し、2000年代後半の日本球界を牛耳るのでした。2000年代中盤のパリーグでは、西武、ソフトバンク、楽天以外の他球団では沢村賞を争えるような大エースは出てきていませんでした。日本ハムでは金村悟が4年連続2桁勝利と、チーム内ではエース格の数字だったものの、長年優勝から離れているこのチームには金村を上回るような大エースの登場が渇望されていました。そんな中、本拠地を北海道へと移した2004年のドラフトで、松坂以来の怪物と評されたダルビッシュ有を獲得します。ダルビッシュは中学生の頃に松坂の投球を生観戦し衝撃を受け、それ以来松坂を憧れの先発投手として掲げていたそうです。身長195センチの本格派投手として注目される中、プロ入り後ダルビッシュという名前を世間に知らしめたのは野球ではなく素行問題でした。怪我のため新人合同合宿をリタイアしていた18歳のダルビッシュは、喫煙しながらパチンコをするという法律違反となる光景が週刊誌に激写され、まだ日本ハムで何もしていないダルビッシュは球を投げずに球を打ち、球団から無期限謹慎処分、さらに謹慎期間中はボランティア活動を命じられます。ダルビッシュはこれ以外にも全体練習をサボり、トレーナールームでゴロゴロするという高卒新人らしからぬ大物ぶりも披露していたため、チーム内では浮いてしまったそうです。しかし当時中心選手だった新庄剛志や森本ひちょりがそんな素行不良をいじりまくり、徐々にチームにも溶け込み出すと、その悪いイメージを実力で払拭します。プロ初登板で完投勝利を挙げると、2登板目では憧れだった松坂大輔と投げ合い、見事勝利投手に。新人選手としては最悪な出だしをしたダルビッシュは、その半年後にはチームの主力にまで駆け上がります。2年目は怪我の影響で不調の時期もあったものの、控えキャッチャーだった鶴岡慎也とバッテリーを組んだことをきっかけに成績が大幅に向上し、後半戦は11連勝を達成するなど、チーム25年ぶりの優勝に貢献。その長身でしなやかな体格に加え、研究熱心な性格、そして類稀なる器用さを持ったダルビッシュは、あらゆる面での技術習得が早く、年を追うごとに凄まじい成長カーブを描き、ストレートの最高球速や投げられる変化球も年々増えていきます。150キロ台中盤の直球がありながら、大きく横に曲がるスライダー、縦のスライダー、そしてカットボール、チェンジアップ、パワーカーブとスローカーブ、スプリットなど、どれもが決め球になりうるような多彩な変化球を変幻自在に操り、さらに毎年のように200イニングを記録するスタミナも持ち合わせていたため、3年目以降は日本ハムのエースおろか球界最強投手として君臨、誰もが手をつけられない状態となりました。2007年に21歳で沢村賞を受賞すると、そこから5年連続防御率1点台という NPB 史上初の記録を樹立。年俸も24歳で5億円を超え、これはイチローを抜いて史上最年少での到達にもなりました。まさに球史に残るような最強の先発投手となったダルビッシュは、後に週刊ベースボールで実施された球界200人が選ぶ歴代投手ランキングで第1位に選出され、数々の伝説的投手を見てきた野村克也は、速いストレートを持ちながら七色の変化球を操り、さらに野球頭脳も優秀で状況に応じた投球ができる本格派にして技巧派、過去にこのような投手は見たことがなく完璧に近いと自身の著書で大絶賛していました。また天は二物を与えずという言葉を完全に無視した顔面力を持っており、 CM やメディア露出も多く、特徴的な名前もあってか世間からも高い知名度を誇り、松坂が日本を去った後は日本球界の中心にいる投手となりました。この歴代屈指の完成度はメジャー移籍後現地でも絶賛されており、メジャーリーグの先発投手最高の名誉であるサイ・ヤング賞にも候補として4回名前が挙がっており、受賞こそないものの2位得票を2度記録しています。このように2000年代後半以降は完全にダルビッシュ最強時代となっていましたが、その裏ではパ・リーグを中心に数々の名投手が活躍、ダルビッシュからタイトルを奪い取る投手もいました。その一人がダルビッシュと同い年である涌井秀章。横浜高校からドラフト1位で西武入りという松坂大輔と全く同じ経歴をたどった涌井は、2年目に12勝と大器の片鱗を見せます。
3年目はライバルのダルビッシュが沢村賞や MVP 獲得と覚醒する中で、涌井も負けじと17勝を挙げ最多勝に輝くと、その2年後2009年には完投数、完封数、投球イニング、そして勝利数の4部門でリーグ最多と、このようにあらゆる部門でトップレベルの成績を収め、ダルビッシュを抑えての沢村賞投手となり、同い年の2人が球界の先発投手陣を牽引する格好となりました。ダルビッシュのような剛速球や変幻自在の変化球はなかったものの、大崩れしない安定感と無尽蔵のスタミナで勝ち星がつきやすく、また横浜高校出身投手の特徴でもある高いフィールディング能力もあって、ゴールデングラブ賞を4度受賞、松坂の抜けた穴を高校の後輩がすぐに埋めるという綺麗な世代交代となりました。さらに当時の西武は岸孝之も裏エースとして存在しており、プロ入り後8年間で7度の2桁勝利と、涌井とともに長らく先発ローテを支え、2008年の日本一にも大きく貢献しています。また横浜高校時代に涌井の一学年先輩だった成瀬義久は、ボールの出どころが見づらい特徴的なフォームと抜群のコントロールを武器とする技巧派投手として活躍、平均球速が140キロ前後だったこともあり、ドラフトは6位指名とあまり注目されていませんでしたが、4年目の2007年に突如覚醒すると、防御率 1.81、 16勝1敗、勝率9割4分1厘という驚異的な数字を残し、最優秀防御率、最高勝率の投手2冠に。防御率1点台かつ勝率9割以上は約半世紀ぶりとなる圧巻の成績で、一学年年下のダルビッシュ、涌井がバチバチに競い合う中、ぬるっとタイトル争いに食い込みました。その後も2009年から4年連続2桁勝利とエース格の活躍はしたものの、タイトル争いには参加できず、ブレイクした2007年がキャリアハイの成績となっています。ここで改めて2000年代の沢村賞受賞投手を振り返ります。2000年代前半は上原、井川、川上とセリーグの投手の名前も挙がっていましたが、2005年の杉内以降は5年連続でパリーグの投手が独占と、先発投手という枠組みではパリーグの方が目立っている印象で、特に2008年にはダルビッシュが沢村賞選考基準を全て満たしながらも、さらにその上を行った岩隈に軍配が上がり、非常にハイレベルな戦いが繰り広げられました。そしていよいよ2010年代に突入。近代野球では黄金世代と呼ばれている1988年生まれの投手たちが次々と頭角を現し、あの惑星最高の投手と呼ばれる剛腕が歴史的な躍進を続けます。さらには投手にとって大きな追い風となった統一球の導入も相まり、防御率1点台の先発投手がゴロゴロ生まれるような、とてつもない群雄割拠の時代の幕が開かれるのでした。